アレン・ M サムナー級駆逐艦は、第二次世界大戦中に建造されたアメリカ海軍の駆逐艦の艦級。先行するフレッチャー級の拡大発展型であるが、艦のバランスと航続性能の限界が指摘され、さらに改良されたギアリング級へと移行した。第二次世界大戦後も艦隊駆逐艦の一翼を担い、近代化改修を受けつつ1970年代まで、 運用されていたほか、多くの退役艦が同盟国で再収益し、一部艦は1990年代まで現役であった。本級は当初、フレッチャー級の改良型として、38口径5インチ、単装砲6機の搭載を計画した。しかし、設計途中で同じマーク12砲を連装に配したマーク38砲塔が実用化され、ネックになっていた。 損傷時の応急操作も発電機能力の増強で対応できる見通しが立ったことからこちらが採用され、全部に2機を背負う意識に後部に1機を搭載することとされた。このような経緯から設計面では概ね同級のものが踏襲されているが、2.3番法の社会を確保するため、上部構造物は現行された。なお初期建て造館では、 イギリス式の後部が暴露された構造が採用されていたが、傭兵側から不評であり、後に回収された。また、一機あたり約50トンもの大重量となる連装砲塔を全部に二機搭載したことによって、艦首側の重量が増加し、予備浮力が減少したことから、特に高天時のしのげなみ性低下が顕著であったほか、船体にかかる負荷も大きいという問題があった。また、 フレッチャー級では1枚火事であったのに対し、本級より2枚火事とされている。指機関も同様にフレッチャー級のものがベースとされており、主ボイラーはバブコックウィルコックス社製の重油戦勝式水管ボイラーを4巻、主機はゼネラルエレクトリック社製のオールギアード蒸気タービンと、いずれも同型式である。船体が大型化していることから、速力はやや低下した。また、 蒸気圧力は 565LBF、インニに低下している。燃料搭載量は、重油538トン、航続力は15ノットで6500カイリと、フレッチャー級と、同性能で計画されたが、戦時では、同速力で4220カイリと、すでに航続距離の低落傾向が指摘されていた、フレッチャー級の4490カイリよりもさらに、短縮していたことから、 傭兵側の不満を買った。当時、艦隊主力が高速の航空母艦に切り替わり、巡航速力が向上していたことから、これは特に問題であった。上記の通り、本級では、主砲として三十八口径五インチ療養砲を三機の連装砲塔に配して、計六門を搭載しており、同砲五門搭載のフレッチャー級と比して、砲撃戦力は向上した。また、 連装砲塔の採用によって、甲板上のスペースが活用できるようになったことから、広角基準も大幅に増強されており、当初より1番煙突両弦に母放数 40mm 基準の連装砲が各一機、2番煙突後方の右側と、後部魚雷発射管の左辺側に4連装砲が各一機の計12門が搭載されていた。その後、 日本軍の特別攻撃隊の脅威が深刻となったことから、後部魚雷発射艦オバーターに、4連装砲がさらに1機搭載されている。フラム2回収後の、ウォルドロン。戦後、水中高速船の普及、原子力潜水艦の登場に伴い、護衛駆逐艦より、高速な艦隊駆逐艦に、対戦戦能力が求められるようになったことから、1950年代初頭には、 爆雷投下機場を撤去して、ヘッジホック対戦迫撃砲を搭載し、またソナーを旧式のサーチライトソナーから、新型のスキャニングソナーであるアン、SQS-4 に換装する回収が行われた。また 40mm、20mm 機銃も、戦後に実用化された、新型療養砲であるマーク、333インチ、連装速射砲に換装されている。その後、 1959年から1960年代初頭には、その時点で現役にあった、本級の相当数を対象として、フラム2回収が行われた。これは関連を5年分延長し、レーダーを更新するとともに、高連装長魚雷発射艦と、爆雷装備をバーターとして、大船長魚雷発射艦、三連装単魚雷発射艦、QH-50 ダッシュなどを新世代の、 対戦兵器を搭載するものであった。また一部艦には、アン、SQA-10 化変身度ソナーも搭載された。蒸気のような問題点が指摘されたことから、当初100隻とされた、建造計画は58隻に縮小され、改良型である次級、ギアリング級に移行することになる。竣工した艦の多くは、太平洋戦線に投入された。沖縄戦にも多数が参加し、 特攻機の攻撃によって、マナート・エル・エヴェルとドレクスラーの2隻が、戦没、8隻が損傷を受けている。第二次大戦後は、ギアリング級と同様に、フラム改装を受けて、収益を続け、ベトナム戦争後に至るまで長く米海軍の駆逐艦勢力を支えた。イラン海軍所属 DDG-7 バブル1970年代、後半に撮影。 イラン海軍のアレン・エム・サムナー級駆逐艦は、後の回収によって、環境の全部と前後の煙突の間に、RIM-66 スタンダード SM-1MR サムの単装発射灯を、それぞれ2機ずつ搭載している。退役後、20隻以上が、ブラジルや大韓民国、トルコ、パフラビー朝、ゲイラン等の西側諸国に供与された。ありがとうございます。